とする喋り方っていうのは2つあって、1つは半語喋りっていう、半語喋り、はい、否定してほしい喋り、例えば真ん中だったでしょとか、いやいやいや、あの否定してもらうための言葉、あそんなことないよって、そんなことないよっていう、それ言おう、俺今日番組の最後に今日つまんなかったでしょどんな終わり方なんですか。で一個もうなくなったなっていうふうに思うのが、あの感情語なんですよ。彼が遅刻してやってきた時に、あのなんて言いますか。女性なんて言う敬語。え遅い遅いやろ、どうしよう、私待ったって言う、待ったって、音押し付けたまじよな、一応銀ちゃん待つわ、聞いてくれんの、聞いてくれんの、聞いてくれんの、急ぎましょう、急ぎましょう、考えて考えて、遅刻してきたら、うん、私待つこっていうの、なんで、あ、先生はどうおっしゃるんですか、上木さん。本来女性が言っていたのは感情語ですね。はい、感情語というのは遅れてきた男性にもう嫌いって言うとかですね。え、来てるよ、嫌いや、こんなに待たせて嫌い、うもう嫌いだから、そうなんですか、それが感情語というものなんですけれども、でも男でもいるよね、あのつまんなかったでしょみたいなことを聞く、あ、いるいるいる、うん、めんどくさい人ね、うん、言葉の話は確かに難しいので、うん、もう担当職にですね、あの脳科学の方から言えば、女性が男性に対してですよね、うん、あの皆さん誤解していることが多々あると思うんですけど、はい、肌を露出したりすると、え、肌を露出すると男性はまあ低いと思いますよね、本能的にね、はい、ですがそれはあの考え物であったんですよ、というのも最近の研究で、実は肌露出が高いと脳の中で道具を使用する場所が働くんです。道具を使用する場所、道具、どうしてですか、それは、はい、それはその女性を道具として見ちゃうんです。道具として見る、要するに物体として見るんだ、そうです、見ると、はい、なのでそういう男性っていうのはそっちの方ばっかり行きますから危ないですよ。すいません先生、足フェチの人っているじゃないですか、首フェチとか、それは脳が道具として見てるわけですか。そういう可能性は高いですよね。なので女性として見てくれないってことですか。そうです。でさらに言うんだれば 0.2 秒間でその判断が来ます。 0.2 秒間、そんな早く。そしたらあのどうせあの抑えたって無理なんだ。無理ですね、 0.2 秒間ですから。痛みますよね、男の人って。女性はそんな格好してたら。澤口先生ちょっと聞きたいんですけど、はい、要するに植木さんみたいな綺麗な方がいらっしゃって、はい、今日胸開いた服着てますよね、はい、そういう時僕バッと胸に行くんですけど、はい、あっと思ってすぐ顔に戻るんですよね、はい、そういう場合はどういうことなんですか。でもそれで働いてきますけども、さらにもう少し働くのは、うん、報酬系って働いて、植木さんからさんまさんはお金をいただいたっていうふうに脳は判断してます。えっ、どういうこと。俺お金、俺まだ持てへんねんけど感覚、感覚できるとどうですか、ね、ラッキーみたいなことですか。じゃあ簡単に言えば、ビジネスとご褒美を自分はもらった、でご褒美をもらったっていうの領域っていうのはお金もらった時にも活動するんです、はい、なので植木さんを見た場合に美人だと思われたらご褒美をもらえた、お金もらえたと思っちゃうんで、多分これで言っていいですか、おそらく植木さんに今度は今日あれ僕司会者なんですけどじゃあ最後の人だけ、さんまさんは植木さんに今日多分食事誘ってお金払います。はあ、つまりお金をいただいたんで戻そうと。さっきに思ってるんじゃなくてもうこっちがもらった気になってんねん。脳がそうなってますから。それも感激嬉しい。報酬をきっとこの後さんまさん払うだろうというふうに言うのが多分自然な流れなんですけど、はいはい、それにもかかわらず私に報酬を払わせると私はさんまさんを好きになるんですよ。心理的に俺は君を綺麗と思った、うん、ほんで食事誘います、はい、で植木さんがその食事は今日私がお金払う、はい、そこで、あ、本当はほんまありがとうって言った方が私は好きだからなんで人は情動に要因理論って言うんですけれども、人はあの感情があるから行動するっていうものじゃないですか、はいはい、例えばその悲しいから泣くっていうふうに思うじゃないですか。でも泣いてるうちに悲しくなってくるっていうのもすごく強いんですよ。強いで分かる。はい、いや、しているうちに
好きになるっていうのがあるので、例えばストーキングとかいう行為をしているうちにこんなに待ち伏せているっていうことはこれだけ惚れているんだなっていうふうに後で感情解釈するんですよ。後になって後になってね。だから尽くさせる男とかちょっとそやで乱暴な男、さっきの不良っぽい男の人、お前ちょっとあれ買ってきてよとかって言える男の人の方が、それを言うこと聞いた私は彼氏のことをそれなりに好きなんだなっていうふうに尽くしてくれる人よりも尽くしているうちに好きになっていく、泣いているうちに悲しくなる、あの上着とかそれ着せてくれとか言うた方がいいんだ。いいいいいい、はい、いいね、いいね、なのにね、なのにコンパとかでこうやサラダとか分けてくれるとする女性に対して、あ、俺自分でやるからっていうのが俺優しいと思ってたんですけど、うん、そこはやらした方がいい。モテないと思います、それをやり続けてる間は。だからお前らってことあかんことや。だから綺麗な人にはやっぱりこう きつくとか言われてない言葉言った方がいいんだ。根性いるけどな、それ。おい、一か八かやけどな。そうね、こう俺が今日来たすいません、ご飯行ってくれまっかとか言うて誘って、お前今日貼るとけって。いやー言えないな。いや、でもさっきの冷静に考えたところ言えない、影の悪口を想像するぞ。あれケチよさんま。あのね、歯は出すけど金出さないと。うまい、うまいな。サム先生、真面目な話ですけど、ずっと真面目な話だ。ずっと真面目な話。はい、これこっちも不真面目なし。すいません、今日常的なもので浮気を見破る方法ってありますけど、女性が自分の奥さんなりが恋人なりが他の男性と浮気をしているかどうかっていうことを見破る行動以外にもっといい方法があるんです。お前らこれ聞いてええのかどうかやぞ。ほんまや。これ聞いてしまってテストして当てはまった、バンバン当てはまったらパニックでしょ。こいつも浮気してた、こいつも浮気してた、僕首くくってるかも分かんない。これやったら嫌い方が良かったみたいな。でも一応教えてもらえますかね。これは科学的なデータとしては一応公表されていないんですけども、データとしてはあります。それは言っていいですか。いいんですか。いいですよ。はい、言っていいですよ。これは科学的データとしては一応公表されていないんですけども、データとしてはあります。それは言っていいですか。いいんですか。いいでしょ。どうもドキドキさん、この辺何も関係ないじゃないですか。この辺で言っていいですよ。フィット感がなくなった場合はダメです。フィット感、はい、ちょっと待って。フィット感ですね。いや、そっちがフィット感じゃないですか。下の話、はい。沢口先生から急に隙もらったんですよ。だから私は多分なかなかどぎついやろ。なかなかどぎつい。言いたくない。愛し合ってる二人でも俺あんまりフィット感なんてことないけど、こういう人はどうなるの。いや、今までと違って言われたんって言ってるんですよ。急に変わる時が来るってことですか。いや、違います。だからもっと物理的な問題であって、物理的な問題であって物理的な問題なんです。つまり言いにくいんですけど、どうぞ、他の男性とそういうことしてしまうと形状がちょっと変わるので。形状記憶合金にはならないんですね。ならないです。我々バカ男の発想はどれがいいのを、そう、受け入れた場合とか、はい、いうこと言うやんか、はい、そうじゃないんですか先生。大きさは関係ないんですか男性。関係ないです。すごい小さい人でも変わっちゃう。要するに自分 の、奥さんとか恋人とそうした時に違和感があった場合には、その女性が他の男性でやった可能性が高いっていうことです。さあ、さあ、聞くんじゃなかったです。だから私は僕経験あるんですよ。こいつ言ってました、何年も前。マジ。どうなるの？ずっと付き合ってて、でエッチした時に、終わってこう外しますよね。でもその時にこう取り出した時に
ポーンっていうぐらい相性が良かったんですよ。相性が良かったんですよ。相性が良かったその子。ほんまにあのワインのコルクの蓋開けると相性が良かったってええねん。それぐらい相性が良かった。バッチリやったわけな。バッチリやってたんですよ。そりゃその彼女が浮気した瞬間違うの。そっから3週間ぐらいちょっと連絡取れない時期がちょっとあって、ほんまに何してスノボ行ってきた。スノボ行ってきたってその彼女で帰ってきてもうなんか形が全然ポンと言わへんと言いますか、わーみたいな感じの。でもそれは言うとったんですか、聞く前からスノボを帰ってきてからわーになってると思って。それを何年も前に経験してるんだお前、はい、ほら先生の話聞いてびっくりしたんだ今。そうなんです、ちょっと汗ずっぽであれがきっとんでとか僕が言うてたんですけど、そんなわけないやろって言ったんですけど、あの話やったらかっこいいそうですよね。すごいですね。その女性の要するに大事な部分ってすごい能力持ってるんだ。でも逆はありますか、男性が浮気した場合にそのフィット感。それはないと思う。それはない。あ、それはない。あ、それはない。いや、あのね、今澤口先生おっしゃったら本当に証明とかいろいろデータがあって、そう、その男、こういうの言ってるのかな、こんな時間に。あの、言って悪いことは結果カットしますから、これ生ちゃうよね今さら。男性の要するにその精子を効率よく要するに吸収するために形状が合うようにできてるんですよ。はぴったりフィットするだから他の人と浮気すると風が変わっちゃうっていうのは、それ1回だけ1回でも変わっちゃう。でそれよく言われてるのは、これは心理学的な問題もあるらしいんですけども、変わるってことはその男の方がいいっていうことらしいんです。全然あの全然あの待て俺がちゃんとフォローしてあげるから。吉田泣くなまだ泣くな。あの浮気してもいや、やっぱり、前の彼、っていう時あるじゃないですか、はい、ごめんなさい浮気だって、これは一生墓場まで持っていこう、やっぱり私はあなたが好きっていうバージョンの場合はどうなるんですか。あんまり変わらないって言われます。変わりにくい。でやっぱりこの人が女の人、それは前のカレー用に戻るんですよ。前のカレー用ってそういうことだ。前のカレー用マジメントか。戻るんですか、まあ、戻るみたいですよ。好きな方よ、好きな方に、まあ、常に女性は好きな人の形に合わせる形状を覚えてるんだ。そうそれは何年かだって忘れられないという時、女の子がそれは記憶を覚えてるってことなんだ。体もだから刷り込まれてるんだね、体に。すごい、一度も電話なし。